今回ご紹介するのは JR 九州の吉塚駅です。吉塚駅は JR 九州における福岡県庁への最寄り駅で、当駅の所属線である鹿児島本線と当駅を終点とする笹栗線の2路線が乗り入れています。なお笹栗線は運転系統上は福北豊線の一部となっており、笹栗線の列車はすべて博多駅まで乗り入れています。当駅の開業は1904年明治37年で、吉塚から笹栗駅間の開通に伴い仮設駅として九州鉄道が設置しました。1981年、それまで天神にあった福岡県庁が当駅の約600メートル西側の東公園地区に移転したことで、国鉄 JR 九州としては福岡県庁の最寄り駅となりました。国鉄時代は1985年に廃線となった勝田線の起点でもありました。またかつては西鉄福岡市内線が駅前に乗り入れていました。1995年平成7年から高架化事業に着手し、2004年、平成16年に箱崎から博多駅間が完全高架化となりました。当駅は JR 九州サービスサポートによる業務委託駅で、緑の窓口及び自動改札機が設置されており、 JR の特定特市内制度における福岡市内の駅となっています。手前の高架は山陽新幹線のものです。2009年、平成21年3月1日にIC カードスゴ課の利用を開始しました。当駅はテナントとして駅町一丁目吉塚が入居しています。当駅の駅名の由来となった開業当時の地名の吉塚は、1586年、天正14年、立花宗茂に攻められ、高取城で討ち死にした筑後の豪族、星野氏を祀る吉塚地蔵尊にちなんだ地名です。当駅は単式ホーム1面1線と島式ホーム2面4線、計3面5線のホームを有する高架駅です。基本的に1番線は香椎・小倉方面、2番線は当駅始発終着列車や優等列車対比、3番線は博多・鳥栖方面、4番線は笹栗・飯塚方面、5番線を博多行きの列車が使用し、このうち2・4・5番線は両方向の発着が可能です。
吉塚駅から博多駅間は鹿児島本線の上下線と笹栗線の単線が並行しているため、通勤・通学時間帯には鹿児島本線の列車と福北豊線の列車が同方向に並走するシーンも見られます。吉塚駅から博多駅間に笹栗線用の線路が敷かれたのは1991年で、それまでは博多駅のホーム容量の都合上、当駅始発・終着の笹栗線の列車も多く運行されていました。2020年、令和2年度の1日平均乗車人員は 12,524 人で、JR 九州の駅としては第5位です。近年は増加傾向が続いており、2009年度には乗車人員が1万人を超えました。ご視聴ありがとうございました。